土俵上には遠藤と宝富士です。今場所は6日目あの横綱白鵬に5回目の挑戦で初めて白星をもぎ取りました。通算2個目の金星を挙げました遠藤です。遠藤の5勝のうち4勝は1横綱3大関からもぎ取った白星です。舞の海さん、はい、前半戦は本当にいい内容で勝ってますね、はい、特に白鵬戦ですね、前半戦は上位との対戦が続きました。東の前頭3枚目です。大関以上はあと防衛動線を残している。今日は宝富士との対戦で過去4回の対戦は遠藤2勝宝富士2勝です。両者左の相打ちですからね。宝富士は上背がある分しっかりと胸を合わせて組み止めたいですね、はい、遠藤はあの反対ですね。絶対にもう胸を合わせずに食い下がりたいですよね、右の前回しいい位置を引けるでしょうか遠藤。立ち合い喉まで起こしていく2を切って左差しは許さない。今日は押していく遠藤左四つ反撃に出た宝富士寄り切り宝富士の勝ち。遠藤今日は形を作ることはできませんでした。宝富士勝って5勝目の勝ち名乗りです。ただいまの2人手は遠藤も考えて取りましたけどね。宝富士の勝ち。いきなり 左四つに行くと胸が合ってしまうということで今日徹底してこの相手の左雑誌をですね嫌って、はい、から押っつけて攻めましたけどね、途中まではうまくいったかに見えたんですがね、左の喉は右の押っつけ。このあたり右の使い方うまいですよね、はい、少し引いてもう一度つけていきます、はい、ここもいいですよね、ただ宝富士もよくしのいでいきます、もう頑固な左四つですからね。ここで入りました。こうなりますともうどうしようもありません。遠藤はできればねこの右からの押っつけ左ののど輪で押し込んでいきたい、はい、最終的に左四つになったとしてもですね、はい、右は前回しで左を浅く刺して相手の上手を遠ざける形を作りたかったんですね、はい、このカイナを手繰って一度振りほどいてから宝富士が一瞬の隙で左が入りました、まあ、この辺りも宝富士がよくしのいだというふうにも言えますか。はい、そうですね。まあ、お互い攻防のあるいい相撲でしたよね。面白い相撲でした。